さあ、そして仏教がやってまいりまして、そしてこれからもう6世紀頃にはもう神社の中にお寺が作られ始めました。神宮寺、お寺にも神社が建てられるようになりました。奈良の東大寺にはですね、それを守るためにわざわざ九州から神様を呼んで神社を建てました。非常に神様と仏様って仲が良かったんですね。それで何もないんじゃ理解のしようがないので、お坊さん方考えました。実は神様というのはどういう存在かといったら、インドのシバ神という神様が中国に渡って大黒天という神様になりました。その大黒天という神様が今度は日本に来て変身して大国主の御事になったんですよって言って、これ本寺衰弱説、本性はこれだっていうことをお坊さん方が勝手に言い出したんでしょうね。結構これが長いこと続きます。しばしんも大黒天も大国主の御事も本性は一緒、変身した姿別バージョンだっていう考え方なんですね。そしてこの天照大御神の本性は大日如来が化けた姿だとも考え始めたんですね。そうです、日本の人々に分かりやすいように、いきなり大日如来が来ても分からんだろうから、神様に姿を変身して出てきたんですよっていう解釈を仏教側のお坊さん方が考え始めました。そして神様と仏様はずっと仲良く生活をすることになります。これを権現と言います。権現様ってありますよね。あれは仮に姿を表すということなんです。八幡大菩薩とかですね、言い方も菩薩なのか神様なのかようわからないでしょう。明治ぐらいまでずっとこうやってきたんですね。そして外国から来た神様が来たということは、じゃあ私たちが今まで信じてた神様って何だろうと考え始めた、その神主さん方とか歴史書の方々が日本の歴史書を書き始めたのが日本書紀であり古事記だったわけですね。そうですね、天照大神がどうのとかですね、ねえ、イザナギイザナミがっていうのはこの本に書いてあるわけですね。しかしこれができたのは奈良時代、ね、